狙ってできる。岡田です。参加者からの報告メール。先日ついに悲願の初クロージングを達成しましたのでご報告いたします。仕事終わりに見かけたスタイル抜群の OL にジャケットを使ったドロップアプローチ、カフェ、ホテル、ずっと壁だった男女会話とフック会話ですが、嫌われるのを恐れずに切り込んだ会話をしていきました。すると、私はナンパされてご飯行くことはあるけど、お持ち帰りはされないようにしてる、と極めつけのサインをいただいたので、退店。明日9時半から会議。勝った。俺、8時半から会議。と、そのままテンション維持してホテルへ向かいました。ホテルに入ってからは、まるで夢のような気分でした。セックスして、女が寝た後、私は隣で、ついにやったんだ、と、嬉しさのあまり、一人泣いてしまいましたし、女が、寝息を立てて、裸で自分に抱きつきながら寝ている、この夢にまで見た光景を、絶対に忘れません。岡田の答え。不思議なもので、人は一度経験した物事に対して極端にハードルが下がる。これまでは想像すらできなかったような出来事をたった一度でも体験すると、またできるのではないかという意識に変わる。その意識はやがて、そんなに難しいことではない。もしかしたら得意かもしれない。つまらないミスさえしなければ狙ってできる。日常茶飯事という感じでレベルアップしていく。これは何も今回のクロージング体験だけに限らず、声かけを始めた時から少しずつこの相談者が積み上げてきた意識の変化だ。理想を掲げること、行動すること、あなたがこの二つさえ続けていれば、必ず誰にでもたどり着ける場所だ。夢のような素晴らしい体験、時間、それが当たり前になる世界。一人でも多くの悩める男性がそこにたどり着けることを心から願う。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。